Das ist eine Hörverständnisübung für Leute, die Japanisch lernen, hören und verstehen wollen. Alles ist unter Titel, daher könnt ihr auch alles verstehen, selbst wenn ihr vom Hören hier nicht komplett verstehen solltet, was ich sage. Ich erzähle was über die deutschen Wörter. Los geht's! Glühwürmchen glühen, ヴィンンから来ています。直訳するとホテルイモムシちゃんかわいいですね日本語だと簡単でホタルですホテルとホタルは似ていますが関係ありません全然違いますナクトシネクナクトとシネク直訳で裸カタツムリんとなくわかるかもしれませんナメクジです まあ中身ですね。二つ虫が続いたので、ちょっと虫から離れましょう。シャーツケーキシャーツケーキ冗談クッキー。ここからどういう意味かわかる人はいますか食べると冗談しか言えないクッキー。違います。お調子者です。次はちょっとだけ悪口も紹介します。 教科書に載っていない言葉が一番覚えていて楽しいですしね。フォルフォステン、フォルとフォステンで、いっぱいの柱、完全な柱、間抜けな人を指します。よく聞け、お前はこの部の柱になれ。うん、と言われて、頑張って完全な柱になったのに、ドイツ語だとただの間抜けだった。大変ですね。 個人的に好きなのが次の表現です。ハンシュシューバルヴアファンシュシュネーバルヴェアファー、手袋雪玉投手、手袋で雪の玉を投げる人。臆病者とか弱々しい人に使われます。冷たくて雪が触れないのをバカにしているのでしょうけど、最初にこの表現を作った人は天才ですね。 マジでやばい。やばい。同じような意味で、ワームドゥシャーもあります。暖かきシャワーを浴びるもの。最高じゃないですか、この表現。あと2つ、ドイツ語特有の言葉を紹介します。シャーデンフォイル。シャーデンとフォイルで、損害の喜び。人の不幸は蜜の味。人が嫌な目にあったり、 苦境に立つことが楽しいその喜びですとても黒い感情です人間らしいですねそしてフェアン・ヴィーフェアンとビィーフェアン・フェルン曹操のフリーレンでも有名ですね意味は遠く遠いヴィーは痛みフェアン・ヴィーとは遠く離れた場所に行きたくて心が痛い気持ちです h e i m w 故郷の痛み、家の痛み、だとホームシックです。逆の意味ですね。こんな風に細かく分けて翻訳すると、言葉のイメージが想像しやすくなるので、言語を覚えるのに役に立つかもしれません。ドイツ語って面白いですね。ありがとうございました。 Ja, und an alle, die bisher zugehört haben, vielen Dank erstmal und ich hoffe, ihr habt alles verstanden, auch mit Hilfe der ganzen Untertiteln. Habt ihr noch weitere Wörter oder gibt es noch weitere Anregungen? Schreibt alles in das Unterkommentarfeld hinein und Daumen hoch oder Abo, das ist immer willkommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Japanisch lernen ist ziemlich einfach, oder?